皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー7、リバースの4回目の放送となります。初めての方は、はじめまして、引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第4夜、開幕です。この動画、カイ君の肉声とゆっくりボイスが共存している作品となっています。ニブルヘイムにある魔鉱炉を目指し、クラウドたちは山を登る。モンスターに襲われるや、橋が破壊されるわで、一般兵一人がリタイアするものの、彼らはひたむきに魔鉱炉へ向かうのであった。橋から落下し、助かったところからスタートするよう。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。魔鉱炉まで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さてさあ。おお。英雄セフィロスを動かせる時が来たか。やっほー。はいはい。あ、印ついてるんだ。わかりやすいね。泳げんのかな。ああ、泳げるわけないよな。じゃあひっつきますか。ほらよ。あ、そんな難しくないね。よいしょ。お、マテリア発見。やっぱ休む時は休まなきゃダメだよね。敵さん近くにいるけどさ。敵がすぐ近くにいるぞ。HP アップマテリアを入手した。やったー。よし、戦うか。いけるな。その程度。終わりだ。じゃあ先進みますか。魔鉱炉に向けてレッツゴー。出発進行します。暗いな。ここも魔鉱ガス。ああ、濃いな。くれぐれも気をつけろ。リファがまずいな。やめに逃げる。リファのためにも魔鉱から離れないと。よし、こっち行こう。とりあえず魔鉱ガスはあっても冒険はちゃんとしないといけないからね。冒険っていうか旅っていうか探索っていうか、魔鉱に負けないで冒険しようって意味かな。バフマテリアなんかいっぱい マテリアあるね。面白いね。ここ何もないよ。どうなってんだ。あ、こっち行けばいいってことね。この先か。じゃあ戻りましょうか。で、下に降りていくという感じかな。魔鉱の泉だ。綺麗だな。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることかな。あ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識。その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰。科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ行くぞ。北条ね、このまま北上していけばいいんだな。モンスターいますね。いますね。あそこに。あそこにもいましたね。エアードじゃない、ファイヤーだ。ファイヤーで応戦しよう。先を急ごう。強っ、魔法こんな強いんだ。さすが英雄だな。セフィロスが使う魔法、桁違いに強いな。なるほど。天然のマテリア欲しいんだよな。ダメだ。行こう。このまままっすぐ行けばいいんだな。いますいます。いっぱいいますね。軽く行くぞ。その程度。魔法使ってみようか。もう一回。強っ。こっちはなんか何もないね。ありがとうね。じゃあ行こう。あ、これお猿さんになった気持ちで行く。うわ、海だ。すげえ。行こう。うわ、海がいいね。お猿さんになった気持ちで。あーお、危ないです、気をつけて。よし、今あれに登れってすごいな。じゃあな。行きましょうか。崩れないよ、崩れないよ。ここで怖いな。こっちはは何もなさそうだな。いや、あるな。ちょっと下に降りてみたいな。あ、マテリアだ。発見。あれ、みんなそのままポトッと落ちてるけど、そんなこともできるのか。これは何のマテリアだ。半イカ、半イカね。とりあえず登ろう。おいちょっと登ってここに来ましたよ。また出た。出かえたんだね。先を急ごう。よかった、勝てた。行くぜー。やっぱ体力には自信があるクラウドは宝物を取らなきゃいけないな。何言ってんだ。こっち行こう。うわー、なんかめんどくさいって聞いるな。すぐに終わらせる。消えろ。旬だ。だよ。レッツゴー。皆さん行くよ。メガポーション。おお、これ全部箱じゃん。すげえ、いっぱい手に入った。すごい。行こう。すごいグラフィックだなあ。これまたまこう洗わなきゃいけないパターンが仕方がないな。よし、引きずって引きずって。やったぜ。これか。これをいちいち運ぶのめんどくさいな。あ、これやって早くできるのね。なるほど。 R2 ボタンで早く動けるみたい。よし、クラウド、この調子でいくぞ。オッケー。魔法ガスの除去を確認しました。ロックを解除します。端末操作しないけどやったぜ。皆さん乗りましたか？ちょっとクラウド顔が。メガポーションね。あ、宝物もあるじゃん。宝物はなんだい。エリクサー、やったー。よし、みんなついてこい。一般兵の人もちゃんとついてきてくれるのが嬉しいな。この一般兵、何かあるな。いや、もう行けるとこなしだね。行こうぜ。開けます。出口かな。うわ、絶対ここボスいるって。絶対いるって。待て。なんだ。下がれ。態だな。そうでもない。マテリアの守り手か。盗む気なんてないけど。説得してるよ。あー、大丈夫。怖いな。魔法を使いたいかも。大丈夫、マテリアじゃなくてクラウド。キャッチクロー、あー、大丈夫。はいはいはい。だね、これだ。挽回しろ。当然。動くなよ。今だ、今だ。受けてみろ。マテリアキーパーっていうんだ。いいな、魔法使いになりたい俺も。キャッチクロー。またかい。くそ、またかよ。何をしている。いくぜー。危ない。クラウド頑張れよ。大人になってもいいからな。合わせろ。終わりか。チャイナス。器用なやつ。撃ち落とすまでだ。剣だけじゃないってとこ見せてやる。だな。その程度。あ、落ちてくるなこれ。やった。畳みかけるぞ。了解。動くなよ。今だ。よし、ここは派手に行きたいとこだけど残高ができない。慌てるなカイ君。行くぜ。逆襲の構えって書いてある。よし、じゃあファイヤー、ファイヤー、ファイガだ。行け。おお、9990、すごいな。おう、さすがにペリロスだ。守りがおろそかだぞ。息が上がっているな。楽しくてね。子犬か。影響だ。チェーンアビリティって、ああ、あるね。なるほどね。よし、これで終わりだ。ファイガー9999いくぜ。あとは任せる。よくやった。おいおい待てよ。さっきから聞いてればよ、セイフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか。悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。二分で山来たぜ。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行くみたい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でもお嬢さんを守ってやりな。じゃあ。もうしっかり守ってね。この人に話しかけられないのか。話しかけたいんだけどな。マコーロ見たかったな。というわけでいきますか。今回ここまでで終わりということで、次回はまた次回ということで、それでは失礼します。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由に会話する時間です。それでは、スタート。英雄セフィロスの力、半端なく強かったですね。特に魔法。最後の方では、ダメージがカンストしてたね。半端ないなーって思ったよ。本編のクラウドたちの魔法も、それくらい強く仕上げたいな。でも、無理だろうな。しょぼーん。あ、落ち込んじゃった。大丈夫。強くなると思うよ。頑張ろう。話を変えます。クラウドたちと一緒に同行している一般兵、何かありそうな気配がします。そうかな？いい人っぽい感じはしたけど、ただのモブだと思うな。いえ、絶対に何かあるはずです。私は注意深く観察したいと思います。ジロー。一般兵の髪が金髪だったのは確認できた。もしかして、この人がクラウドだったりして。さすがにそれはないんじゃない？考えすぎだよ、カイ君。なら、クラウドは一体どうなるのさ？考えすぎかな？でも、クラウドっぽいなと思う。ストーリーが進めば、何かわかるかもしれないね。今回はここまでにしよう。お疲れ様でした。閉幕します。